中国南方航空3943便墜落事故は1992年11月24日に中国の甲州から京林へと向かっていた中国南方航空のボーイング737型機が京林の山に墜落して141人が死亡した事故である。当時中国本土で過去に発生した墜落事故としては特に致命的であり、 中国南方航空による事故としては死者数が最多であった。さらに、ボーイング737による事故としては史上6番目に大きな事故となっている。なお、この事故のことを11.24空難、あるいは、競輪空難と呼ぶ場合もある。 1992年11月24日午前7時17分、京林の気宝霊空港へ向かう中国南方航空3943便は乗客133人と乗員8人を乗せて杭州の白雲空港を離陸した。しかし3943便が目的地である気宝霊空港のランウェイ36への着陸体制に入ると機体は 空港から南東に 25km ほど離れた場所に位置する洋作県洋包み郷土峰村後山山腹の標高約 500m 地点に墜落し大破した。フライトレコーダーによると墜落時刻は離陸から35分後の7時52分であった。墜落の衝撃で機内にいた141人は全員犠牲となり生存者は発見されなかった。 亡くなった乗客のほとんどは地元中国出身である。事故を起こした機体は1991年5月10日に導入され、同年に初飛行している機体であった。製造番号は24,913で CFMe CFM56 から3バイトから1のジェットエンジンを搭載していたほか、事故で抹消されるまでの総飛行時間は4,165時間に及んでいた。 また、当初はギネスピート航空が所有していたものの中国南方航空にリースされていた。事故後の調査によってこの事故の原因は機体の右側の自動スロットルバルブが故障したこととパイロットが時間内にエラーの検出、処理ができなかったことにあることが明らかとなった。自動操縦とオートスロットルを使用して水平飛行している際、 左エンジンの水力が右エンジンよりの水力よりも急速に増加したため機体は右に旋回しバランスを失ったことで墜落に至ったのである。3943便は白雲空港を離陸した直後からすでに左右のエンジン水力が均一に保てなくなるトラブルが起きていたものの手動で立て直すことで何とか持ちこたえていた。ありがとうございます。